い、こんにちは、スプラトゥーンのめちゃんと TikTok のふっかです。はい、じゃあ進めましょう、もう進めましょう。はい、違う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 、ちょっと待って、打ち合わせと違う、行くよ。はい、こんにちは、スプラトゥーンのめちゃんです。はい、ピコピコー。いや、それもきついっす。違う、今日の企画は、はい、こちら、こちらの商品、こちらの商品ですね。なにこれ、なにこれ、輝いてますね。これ何なんですか、これ。これはですね、はい、F12 ですね。 F12 って名前、車の名前。そうです、車。僕たちは今からそれに絵を描くんですよ。だから僕たちはフェラーリに落書きをするみたいな感じ。そうですね、全く同じです。 F12 のフェラーリに絵を描く、はいはい、そうです。エデンさんがスプレーで背景を描きます。でその後に自分がその上から絵を描きます。お、合作。そうですね、合作合作合作。レッツピコピコ、レッツゴー。オッケー、海の中、背景、梅ちゃん、レッツゴー。うわー、うわー、アルコール間近で見えるの初めて。うわー、で一回白巻いて、で上にで、めっちゃ綺麗。やばい、やばいです。模様があるじゃん。これを全部活用しながら、おお、言うな言うな、はい、もう言うな、ね、もうこれもコピックとかアクリル絵の具とか使いながら全部統一感が出るようにやっていきたいと思います。もう全部任してるから、ここはもう。もう了解です。レッツゴー、レッツピクピク。次、蛍光ピンクを使っていきます。次はね、この青を使っていきます。これはちょっと濃い青なので、多分影とかに最適ですね。このピンク色をこの中に入れて、そして水のついた筆でこれを混ぜます。 OK、 これでクラゲを描いていきます。
これは何でしょう。これは一体何でしょうか。波のやつ。全、はい。今から停電さんにこれを見せていきたいと思います。これふっかくんと梅ちゃんのコラボ作品、はい、作品梅ちゃん背景なんとなく描いて、ふっかくんがガチでちゃう。うわくそ。うわ、さあどうでしょうか、停電さん。うわ、えぐってことでね。うわ、はい、やばいね。いいですか。うん。で、これで新しい企画が始まります。はい、ふっかくんが一生懸命描いた絵真っ黒にしてみたらどういう反応するのか。いやいいですね。聞いてしまったからもう無反応かもしれないですね。またね、コラボできるときにね、やっていきたいと思います、うん、はい。ってことで、楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価とコメント、フォロー、バイバイ、バイ、アディオス、アディオス。